ネタバレ注意、死に際に出てきた灰原をよく見ると、君なんか顔怖くない？ひえ。原作と違って顔が映ってるけど、なんでこんなに雰囲気が邪悪なの？死に際の親友に会いに来た顔じゃないよこれ。怖すぎて呪いをかけに来たとしか思えなくなった。完全に悪霊じゃん。親友に後輩を呪わせるのは気持ちがいいです。これは下等の口に呪霊玉をねじ込むタイプの灰原。どっかで見たサイコ灰原概念の解像度が上がってくさ。今だ、虎杖君を呪うんだな、波。ここの灰原家って圧がすごいな、パワハラ上司味を感じるぞ。アニメだと促したっていうより、七海に無理やり呪いの言葉を言わせたようでダメだった。思ったより出しゃばってましたね、この子。呪いが人を生かすこともあるのでセーフ。